くて。私、思い出したんです。香りのことを。ここでソードさんを見つけた時、部屋の中にオーデコロンの匂いが残ってたんです。ソードさんはそういうのつけない人だから、少し変だなって思って。遠くまで。なんとかなるよ。行こう。どこまで逃げようか。このままずーっとこの花園の向こうの果てまで行けたらいいのにな。違うよ。ほら、見えてこない？月陰でスイートピーが白く光ってる。ふわふわの花がすみが風に揺れている。こんな夜はね、妖精の国の入り口が開くんだよ。そう、花の精の楽園。桃源郷？故郷にも？なんだ、私が知ってるのと同じだよ。じゃあ、こういうのを知ってる？初めてここで会ったとき、私、アネモネの花飾りしてたでしょ？赤いアネモネの花言葉は永遠の命。でもつい2000年前までアネモネは白い花しか咲かさなかったの。うん。だけどある日、シオンの丘でイエズス様が処刑されてしまった時、その血が一輪の花びらに落ちて白いアネモネが赤く生まれ変わったの。それ以来、赤いアネモネが世界中に広まったんだって。うん、ドクターもそう思うでしょ。
やだ、何考えてるか分かっちゃった。大丈夫だよ、徳田。私もそう思ってる。今、この場所が楽園だって。教えて。ドクタの楽園ってどこ？ドクター、やれやれ、探しちまったぜ。まさかこんなとこで夜明かしとはな。チッ、幸せそうに二人で寝てやがる。こうなっちまっちゃ仕方ねえか。ジョバンナ様はこんなにこいつのこと。おいこら、起きろ起きろ。なあじゃねえよ。神聖な花園を何だと思ってんだおめえ。妙な呼び方するな。たく、散々手間かけさせやがって。ほら、朝から喧嘩しないの。チャオ。ボンジョルノ、シニョリータ。ねえ、会長さん怒ってたかな。突然逃げ出しちゃったから。それはもう大層お怒りで。どうしたらいいと思う？コムニオン本社に連絡を取りましょう。迎えのヘリを送らせます。この島からは早急に脱出された方がよろしいかと。そうね、それしかないか。ベネツィアに到着後はフェデリコ様のもとへ身を寄せられたらいかがでしょう。うん、そうしてみる。ただ屋敷のヘリポートは使えません。迎えのヘリは南の海岸へ降ろさせますので。ドクター？ダメだってのはどういう意味だ？ヘリが落ちるだと？確かにな。だが他に手はねえぞ。何を交渉するってんだ。今の会長の状態は普通じゃない。お前も見ればわかる。ともかく一度屋敷に戻るぞ。ここにいても始まらねえ。
ビルビー、どこだ、誰かいないのか。ブルーノを呼べ、ブルーノを。私は、私は、どこに連れてくんだよ、僕の、返せ、僕の、返してくれよ。見たか、その前に気づいた。もうこの屋敷に残ってるのはただ一人、会長だけ。まずあの女が本社に連絡して輸送ヘリを呼んだ。それで女子供をすべて集め、ベネツィアへ送らせた。毒蛇と危険人物の捕獲のため、この島を閉鎖すると言った。だが俺は腑に落ちなかったので、会長に聞きに行った。そうした。あなたも蛇に見入られてるようですね。決着はあなた方だけでお願いします。この屋敷にはいろいろ残したままのものがある。せめてカタストロフだけは防いであげましょう。私の選別代わりです。あの女の語り、なんかこう頭の中がふわふわする。気をつけててもいつの間にか言うことを聞いちまう。あの時も思わず捕まえようとしたんだが、気がつくと会長と俺しか残ってない。彼に狙われてることを知ってから会長は様子が変になった。屋敷から誰もいなくなって、とうとう思い出さ。もうここにいてもしょうがないみたいね。みんな無事に逃げられたかな。ジョマンヌ様たちは先に南の海岸へ向かってください。私はここの衛星電話で迎えを呼びます。なんだ、なんだと。一緒に行ってくれないの。どういうつもりだおめえ。
猟銃の音だな。見てきたらどうだ。その必要はねえぜ。死亡診断書はおめえが書くんだ。病死ってな。褒めてやるよ。おめえ何か嗅ぎつけたんだ。だからこそここに残る。さすがに医者の目はごまかせねえか。医者にしとくのは惜しいぜ。いや本当に惜しい。だけどおめえバカだな。どうしてジョバンナ様と一緒に行かねえんだ。せっかく認めてやろうって気になってたのに、これで殺さなきゃならねえじゃねえ。あの魔女が会長を骨抜きにしてからシチリアのロッセリーニに鞍替えしてたんだよ。今から呼ぶヘリはそっちで用意したものだ。ジョバンナ様を救出した後、テオパドリーノは病死。数日後に俺とそっくりな男の死体がベネツィアの港に上がる。とまあそんな予定だったわけさ。あのメッセージの順番通りだろ。そんな化け物がいるかい。だがな、いると思ってくれねえと困るわけよ。世間様ではいろいろとな。ロッセリーニから釘を刺されてるんだ。秘密を知った者は消せ。悪く思うね。
嘘だろ。なんで俺が。何？私、アメリカへ行きたい。アメリカだったらどこでもいいよ。あー、でも暖かい南の方がいいかな。うわー、最高。なんだけどやっぱダメだよね。私、ベネツィアを離れられない。もし私がコムニオンを出て行ったら、イタリアの北と南のファミリーはまた。あれ、あのヘリ。女の子が乗ってる。あの子、もしかして。うん。あの子、私と交換でシチリアに行ったジョゼッタだよ。
1年目から豊作でよかったね。ああそうだ、陽一さんにお父さんから手紙が来てたんだ。うん、また里帰りの催促じゃないかな。ようこそおいでくださいました。私どもの無理なお願いをお聞きいただいて大変恐縮でございます。この度は彼がぜひともあなた様にお会いしたいと申しまして。はい、さようで。彼が申すところによると、サンタマリア島での一件はあなた様の存在が非常に不安定な因子であり、そのため彼の計算が狂うというかつてなかった事態を引き起こしたとのことでございます。彼は珍しく、それはもう本当に珍しいことなのでございますが、悩んでおりました。ディアボリークが悩む姿など130年生きてる私も初めて目にしましたよ。おっと失礼、これは行絶が過ぎましたな。ではそろそろ彼も待ちくたびれてることでしょう。こちらのお部屋へどうぞお通りください。Thank you.